やべえよ。いつも寝てない寝てないって最近言ってたじゃん。ちょっと寝すぎて頭痛いわ、逆に。どうも、こんばんは。左画面です。見て、アイコン。戻しました、昔の仕様に。ポーズを。相手ラッキーか、それ。ポーズを戻しました。無敵のある、帰ってきました。ストレートのあるですね。 ってことでやっていきます。ちょっと口の中をね、怪我したことあるの、俺、昔。そこがね、ちょっと、痛えわ。ここ数日。今度ね、歯医者行ってくるんだけど、ちょっと痛いから喋りにくい。喋りにくい。これやばいな。はい、あ、ナイス。神だった。神だった。天才でした。 ってことでやっていきましょう。そう。それでさ、今度、来月とかさ、今月末とかに、なんかマリオパーティーとか、新しいゲームね。あと、ポケモンダイヤモンドパールとかさ、出るから、いろんなのマジで、そろそろレパートリーが増えるわ、動画の。動画の。なんかさすがにね、なんかもう10個くらいゲームをバラバラにやるってことはないよ、さすがに。それ興味ないしっていう人も出てくるから。だから、3個くらい。まあ、マリオパーティーを連続してやるかって言われたらそれはやんないと思うけど、ポケモンはね、やれれば連続してやりたいからね。まあ、連続してやるもんだからね、あれは。1回で完結なんてないからな。ポケモンちょっと楽しみなんだよな、ちょっとあれ。あまり評価良くないけど。で、これは、待って、あー、もう少し早めに打ってよかったな。消える時間が、あ、OK。ごめん、本格的に喋りにくい。本格的に喋りにくい。マジで怪我した時くらい喋りにくいわ。で、相手ヘキサゴン、俺はピラミッドという最悪な結果。で、これは緑を狙って赤を狙っていきましょう。いいですね。あ？待って、ミスった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 、ミスってる、ミスってる、ミスってるって。緑。赤が降らない？まずいって。まずいってばよ。それは。まずいってばよ。ありがとう。ギリギリ間に合った。相手も撃てるから。これラッキー決まったね。ナイス。やるってばよ。俺が勝つってばよ。で、紫が、ああ、そうなるか。ならここで紫をこうしましょう。んで、これミスんないようにね、ソフトドロップで置いちゃえばミスんないんで、はい。ずれないんで、ソフトドロップで置けば。で、置いちゃいます。はい。これは勝ちですね。オッケー。危なかった。さすが主人公。さあ、今日は、俺はとてつもないラッキーを見せる。予定だ。予定だ。で、これ相手と打って、俺はこれを消費しなければいけないという辛い状況。で、緑のダブルツモが2連続するから、あいつすぐ組み、あー、2連続じゃない、3連続じゃん。待って、4連続じゃん。そんな感、え、5連続。 そんな、待って、そんな確率ある？てか5連続した？本当に。俺嘘ついてる。え、待って、5連続とかある？え、待って、ある？はい、使った。任天堂ついに使ったわ。公式チート。わざとチートを使わせることによって違反者にさせるという作戦。ごめんなさい、嘘です。だわ、今日のサムネ5連続。5連続だったとしたら、本当に5連続だったんなら、5連続だね。で、5連続だとなんかちょっとしょぼいから、内容が。こっから俺はラッキーを見せていくわ、みんなに。で、これ紫。うん、これはもう打っちゃって、相手は組めないと思う、これ紫だから、連続で。うん。待って、待って、待って。待って、これ緑消えちゃうじゃん。緑消えちゃうから、これできないじゃん。くっそ、待って。苦戦してる。あー、ナイス。自ら首を絞めてる。で、これはいけたか、もう。まだいけてない可能性がある。待ってくれ。ちょっと待って、さっきから自ら首を絞めてるぞ。自らの首を。
締めているだなんて。で、これ青が間に合うので、ギリギリ間に合う。相手紫が間に合うね。相手紫が間に合い、ラッキーがない。オッケー。いいよ。まだ俺にもチャンスはある。そして、ちょっと喉が今詰まったけど、まあ、待ってミスってるね。赤で打ちましょう。本当は紫で打ちたかった。なぜなら赤があまりないように見えたから、俺の目には。俺の目は節穴だったようだわ。で、これは打ちます。で、相手紫を消してくると思ったんだけど、消してこない。相手の紫消えないので、勝ちましたね。OK! やばい、なんか、一回のさ、なんか連鎖して全消しとかじゃなくてさ、もはや、一回で5ラッキーとか振ってさ、全消しとかなんないのかな、このゲーム。5ラッキー全消しみたいな。絶対ない。絶対ない。で、これは、あ、待って、緑来てたのに。無視してた。最近色無視すること多いね。多いね。黄色がさすがにそこに2つは降らないし、トリプルとか打ちてえな。打ちてえ、打ちてえって言ってるだけで打てねえんだよな、俺。はい。はい。待って、なんでまた色を無視した？なんでですか？これ黄色まで消える？これ無理そう。無理だから、一旦消しの、黄色来てたね、ネクスト見たら。赤が来た。天才です。天才です。あ、やばい、何も消えないと思いきや消えてくれて、さすがに、って思ったら、神ラッキーが来ました。はい。神ラッキーが来ました。でも相手全然耐えてるから、ここからだな、勝負は。で、これで。まあ、これは打っちゃおう。もう無理だから。できればピラミッドとか打ちたかったんだけど。これまずいっすね。相手は何を打つんだろう。ちょっとまずいっすね、俺。ダブルとかちょっとないかな。なさそうだから打っちゃいます。なさそうなんで打っちゃいます。相手青くと黄色消えて、神ストレート。相手左側地形高いからワンチャン押せる。そのまま。なんだ、めっちゃ青がプルプルしてた今。相手の画面。耐えてんな。全然耐えてんな、これ。連撃連撃だ。で、黄色。ネクストでダブルいけたけど、これで間に合うね。OK。間に合うのなら、OK。OK、OK。これ勝ったね。なんか何なんだろうね。今のさ、ヘキサゴン一発目でさ、一連鎖も消えないじゃん。だけどピラミッドも降ったじゃん。でも降らない時あるじゃん。どういう仕様なんだろう。わかんねえわ。さあ。あまり目立ったラッキーは起きていないけど、目立ってないラッキーだったらかなり起きてるからね、今日。はい。やっぱりね、シックスボールもね、もう1年以上経ってるから、ね、遊び大全出て。だからね、みんなね、見てる側もね、多少のラッキーじゃもう驚かなくなってきちゃってるんですよ。多少のラッキーじゃ。だからね、もっとビッグなラッキー起こさないといけないわけ。なんだけど、そんな簡単に起こったら、それはラッキービッグでも何でもないからね。だからそれを起こしたいんだけどね。なかなかきついものがあるよね。うわ、これ。勝つのすらきついときあるからね。これよく我慢した。3色が待ってる。3色。3種のチーズ牛丼が待ってる。で、これ3種ね。で、これ打って、相手は、紫ストレート。で、俺は間に合うね。見えた。はい。相手長っ、それと。うわ、やばい、何も消えないけど。それは、ストレートだから耐えた。耐えたのはいいんだけど。これ、
まずいね。まずくないこれ。え、何も消えん。終わった。終わらない方法が一つだけある。いや、終わらない方法が一つだけあった。そこを上にやって、左のところに一個だけ置いて、パタッて置いて、次の緑で消すしかなかった。今のは強ストレート。さあ、そろそろラストかな。そろそろで、これは、あ、待って、間違えたと思いきや、間違ってはないです。はい、あ、間違えました。間違えました。ちょっとこれ頑張るわ。この試合、この試合大逆転劇見せます。で、でって何のでだ。赤赤赤、うわ、マジ赤赤、ナイス赤。大逆転劇見せます。大逆転劇見せます。今日はね、5連チャンダブルツボ来たからね、それくらいの運がある。任天堂によって操作されてるから、今日はね、特別。いつもそんなことしないけどね、任天堂さんは。ほら、操作されてる、ストレート。神ストレート。で、操作されてるので、ここでね、緑のダブルがワンチャン来るか、まあ、来ないので、こうし、あ、ミスったので、ちょっとまずいです、これ。普通にまずいわ。待って、これ紫が消えるから、こうやってなるから消え、おせえの俺だ、バーだ。あらららら、あらダメだ。あー、待って、負けた。あー、操作されてる。ごめん、俺がゴミだった。頑張るわ、もう一回やらせて。ちょっともう一試合本気出すわ。この試合で大逆転劇見せるわ。ごめん、大逆転劇ではないね。まだ。別に撃たれてるわけじゃないから。これの方が実質有利だしね、これ。あー、不利になるかも。緑の、ゾロ目俺は利用してしまって、緑が、なんか今日緑めっちゃ来ない。緑ちゃんの日なの、今日。緑ちゃんの日なの、今日。で、相手赤、俺緑だから属性的に俺の方が弱い。弱いなぁ。これまずくない？また緑だし。で、これ、光。で、相手も光だから、でもヘキサゴンだから相手の方が強くて、俺の方が弱い。んー、どうしようかな。はい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 。で、水だから、で、水で相手も水。で、これは俺のヘキサゴンの方が強いから、俺の方が効果抜群。抜群ではないな。で、これ、炎。次は炎。次は炎で、ん？なんかダブルいけるんじゃないかって思ったけど、いけなかった。炎を、相手水だ！待って、やばい。効果抜群、相手のが。ちょっと待って。効果抜群。俺は水と木で揃いに行く。相手ね、もうあれはね、かなり地形が。待って、俺ミスってるじゃん。木で揃い行く。オッケー。危ねえ、相手ツモ来てたら終わった。で、水で組み行って、水組み行って、え、待って、それ。やばい。何それ。何タイプ？わかんない。見てな。あ、待って、それ。なんか俺下？あ、紫ハマった？ハマってね。足りなかった、段差が。くっそ、まだある。間違ったけど。なんかね、時たま重くなるの。プレイしてる人しかわからない重さ。ごめん、重くないかったらごめん。ちょっと重い。でも大丈夫。そんなのは関係ない。あ、待って、そんなの関係ない。うん。大丈夫。そんなの関係ないから。ほら、炎タイプ。で、相手水か。でも、ピラミッドだから、まあまあまあ、効果は抜群だけど、まだ大丈夫。で、これは、
待って、ミスってんな相当。相当ミスってるけど、はい。で、これ炎を、よしよしよし、相手は消してくるけど技作れてないから勝ったね。よし、最後らしい最後でよかった。ちょっとね、口が痛すぎて、ちょっとシャ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 、声がちっちゃくなってました。すいません、バイバイ。